ヤケウィング、ヤクンテと申しますぞ。今回も前回に引き続き、ノーマル技が、悪手技な感じで入る、ヤーディでランクマッチに戻っていきますぞ。メンツは、キスミタックルの、ヤローニャ、ハイパーボイスの、ヤンフィア、目覚めるダンスの、ヤドリドリ、ハイアタリ、ジタバタハネルの、ヤイキング、変身のヤタモン、そしてバコンパのヤトリンダーで、ランクマッチに潜っていきますな。では、試合まで勝った以外、アリエン。対戦相手が見つかりましたら、忍ぶし対戦よろしくお願いしますぞ。相手パーティーは、ヨノワール、イエスさん、ポットベス、ガブリアス、ミミズズ、ハリテヤマ。では、忍ぶし対戦よろしくお願いしますぞ。コダックは首をかしげておりますな。メポーズ。そんなことはいいとして、相手ヨノワール。さあ、ヨノワールは鬼したり、トリルしたり、いろいろ忙しいですが、こちら、ロイヤルマスター、ヤンフィア。さあ、メガネがバレた。それがどうしたんですかな、ハイパーボイス以外ありえない。ミミズズの特防なら別に出てきても、物の数ではないので、バンバン叫んでやりましょう。ヨノワールの鋼テラスタルなんて考慮しませんぞ。ハイパーボーン。素晴らしい負担ですな。おいてはポルターガイスト。持ち物を見ることに命をかけている。お互いメガネの火力を味わったということになるんですかな。影打ち圏内ではないでしょう。はい、ポンポン。できたがありえない。さて、問題なく突破ですが、持ち物バレしておりますが、誰が来てもハイボー連打でいいんですよな。一旦引いたとしてもあまり役割はなさそうですね。ボブリアス、うん。あ、これは上から地震でやけど。いった感じでしょう。宿るように交代がありえない。リソワルとは何の話だったのか。あ、他の技選ばないと思うんですよな。激流は効果ありませんし、スケールショットも効果ありませんし、適当な技といえば自信。上技は命中不安もありますので、強太が選ぶとは思えない。あ、来い。あ、くつき。こんな技もあるんですな。そして角煮を取られている。これは毒好き連打でいいんですかな。ドラゴン技に切り替えてくる可能性はあるが、やるしかない。いきますぞー。おかしか。うお、でかいでかいじゃ、でかいよ、この地球押せるよ。あいきなり、ブログを出すのやめていただきたいというのを毒付けられます。ここを半減にして毒付けに耐えますね。了解し。一冊ハーゲンウィンドウ、まじょてん、できない、ありえない。素晴らしい火力ですな。飛び補正も地味にしっかり効いておりますな。さあ、ラストを終えてテラスタルを残した誰かさん。ミミズズ、お主か。ああ、これは目覚めるダンスが打てなくなってしまった。炎ではなく地面なので、これを打ってはいけない。ここはまあ暴風ですな。間違っても目覚めるダンスをしてはいけない。こういったこの仕様に気づいているかわかりませんが、我が気づいていれば何だっていいんですな。オフ。はーい。なーにやってるんですかな。目覚めるダンスを打ってもよかったかもしれない。まあ、そんなこと言ってる場合ではない。トリプレス型。ああ、相手のテラスタイプが判明しておりませんが、ボディプレスがあるならば、あるならば、カタモンでもいい。ヤンフィア、いや、全半減。ヤンフィアから行きましょう。国防は脆いはずですぞ、ロイヤルマスター、ヤンフィア。最高打点は、全半減なら一番威力の高い技。そらそうなんですな。ああ、こだわってた場合はボディプレスですが、いいです。素晴らしい耐久ですぞ。ではおかしい。メガネ、ハイパーボール。素晴らしい負担ですな。半減とは思えない。ミミズスの特防が低いだけなんですが。ねえ、食べ残し。あ、次の技はさすがにですが、ここまで削ってくれればいいですな。削ってくれましたぞ。ではこちらも防御で殴らせてもらいましょう。救世主登場。と回復しても回復は追いつかないはず。問題はゴーストテラスタルでしたとか、そういうことがないといいんですがな。親友のヤタモン、変身。技構成は何ですか。ドン、ちっぽっきり。これはもうボディプレス以外ありませんな。えい、できたがありえない。出ましたな。では忍ぶし対戦感謝以外ありえない。あやずずしか使ってこなかったので、こういう方もいるんですな。対戦相手が見つかりましたな。ねね猫し対戦よろしくお願いしますぞ。先輩に猫はいませんな。
お相手のパーティーはビビオン、ドヒドイで、羽ばたく神、ハッサム、ミノカラス、カイリュウ。レイはねねねこした一戦よろしくお願いしますぞ。あ、お相手のショッティは、でっかいハッサム。いや、何も考えていない。当たりんだ。とりあえず、相場電気押しでいいですな。トンボ帰りの可能性もあり得る。電気向こうはいないので、雷で焼けですな。雷ズドン悪くない。こうやって叩き落とす。まあ、ジュエルはこの対面ではちょっと入りすぎなんですな。さて、ここはボルトチェンジで。バレパン、HP37 半減とはいえなんですよな。この火力はこだわりですな。さすがに。だから引いたんでしょう。で、出てくるのは、ハイリュウ。ここで丸助潰せるのはいいですな。では、さようなら。だってまあ正直雷を当てたかったというのはあるんですが、どの道雷で落とせるわけではないので、あ、ドリドリに頑張ってもらいましょう。そしてそのヤドリドリ、一応地震を打ちに来てるっぽいんですよな。このまま凍える風で、あ、置いて照らしたらはしない方がいいです。リュウマイ行こう。いいですか。あ、リュウマイは結構なことですが、次のターンも場に立ってるつもりですかな。こちらもリュウマイ手に体が踊り出しますな。まあ、A が上がってもダブルイング打つ機会あるかは謎ですがな。凍える風邪撃破がありえない。嬉しい火力ですな。急所必要だった可能性は一応ありますが、まあ4倍弱点ですので。そしてハッサムはこの炎タイプには出てこない。なのでラストを見ることができるはずですが、おっと、これはテラスタルですな。テラスタルごとぶち抜けばいいので、目覚めるダンスで踊り狂ってやりましょう。本当に S はどう考えても勝っている。なぜなら上がっているから。目覚めるダンス。テラスタルないですか。撃破がありえない。で、あとはラストをどうにかするだけですな。誰ですかな。ミロカルスだとちょっと突破が困難ですが、おひどいでお主か。大地下でも何でもといったところは、地面テラスタル切るべきですな。ヤトリンダーもそのまま戦いたいですし、フェアリーテラスタルをヤタモンで切る理由はどこにもないですし、目覚めるダンスがありえない。では、行きますぞ。はい、おかしか。うお、でかいでかいだ、でかいよ、これ地球。大きすぎるよ。あいきなりプロ声出すのやめていただきたいというぞ。ダンスいきます、ここ。地面タイプの目覚めるダンス打ちますね。ズドン、一撃がやりえない。帯補正もしっかり乗って急所、これは有効では。ではねえねえねこし対戦感謝がやりえない。なぜヤドリドリが最後に覚醒したんですかな。ここまでご視聴感謝がやりえない。というわけでヤンフィアの紹介をしますな。ヤンフィアといえばここ、そんなことはいいんですが、いやー、前線苦労しましたな。ヤンフィアですな。テラスタイプは炎、苦手な鋼に切り返そうといった具合ですな。毒も等倍に抑えられますぞ。こだわりメガネをかけておりますな。あー、色違いなんでね、ダイブボールがよく似合いますぞ。で、技構成はタイプ1、テラバースト。これはフェアリースキンでフェアリー技。で、タイプ1、ハイパーボイスが最高になってるんですな。で、両方ともフェアリースキンでフェアリー技としてタイプ1で打つことができまして、テラバーストはテラスタルするとタイプ1ではなくなるので、普通に炎技として打てますな。なので、こだわったままフェアリーと炎の打ち分けができたりしますな。まあ、一回切り替えるだけですが。で、サブには、サイコキネシスとロジカルリーフを入れてますな。まあ、ロジカルリーフは4倍弱点ついてなんぼといった感じですかな。努力値は HC。攻撃個体値はもちろん0ですな。イカ様のダメージを抑えたりしますな。まあ、そもそも半減ですが。そして、こいつはロイヤルマスターリボンがついておりますぞ。ちょっぴり見えっぱりな、素直なヤンフィアですな。というわけで、ここまでご視聴感謝会ありえない。